待て、逃げるな。グーってきたか、長瀬。都竜派のクレメネだ。死んだ時、冥界の審判でそう報告しろ。手柄になる。さて、イルルはいつも私が一人の時に来るから、待っていれば会えるのかな。なんか私、イルルに固執してんのかな。仲良くなれそうな気がするからだろうか。これまで会った異界の方々、みんな友好的だった。いさかいやそれによる悲劇を経験して生きている空気があるのに、それでも人と関わっていけるのは、それだけじゃないって、争い以外もあるって思ってくれているからだ。私はそんなトールを信じているから、だからそのためにイルルと和解したいと、そう思うんだ。イルル、来ないな。案外人通りの少ないこっちの方とか。イルル、怪我してるの？うん、見られたか。この世界の人間よ、我はその異界の害獣をほふるために参ったものだ。速やかにこの場を離れよ。このまま立ち去り忘れることだ。なんだこいつ、イルルを殺しに来たってこと？大人が子供を殺そうっての？そうだ。そのものは混沌、人には害しか与えぬ邪竜。そういうことなら。む？ほら！なんだこの不快な騒音は。おい、うせえぞ。おっしゃー、防犯ブザーパワー。くそ重い。逃げられた。なぜ人間が。